北山博光の退場で一般知名度爆上がりのキスマイメンバーとはは。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。K.I.2 の北山博光37が8月末をもってグループを卒業し、ジャニーズ事務所を退場することが発表された。 その裏側で思わぬ形で知名度を爆上げしているメンバーがいるという発端となったのは6月8日に更新された会員制ブログジャニーズウェブ内の記事芸能ライターが語る知名度が爆上げしているキスマイメンバーそれは横を渡る337なんです北山さんは脱退発表時のコメントでメンバーとは友達になりたいとしました それを受けてメンバー全員が個人ブログを更新。その中で横尾さんは友達じゃなくてメンバーで良いじゃねえか、引き止められなかった自分の力のなさに腹が立ちます。ごめんなさい、と発表後もなおもどかしい気持ちをぶちまけたのです。そんな横尾にファンからは正直に書いてくれた横尾さんにも救われた最後のごめんなさいが切なすぎるよ。 など、SNS には救われたといった声が上がる一方で、勘違いしているようだけど誰も横行が引き止められるなんて1ミリも考えてない、よう旅行の言葉は薄っぺらいんだよ何も、かも。彼のやってきたことすべてが原因だけど、まあ正直7人がい,いかって言われるとそうでもないんだよな横行がいないなら別に6人でもいいんだけど。 と、あまりにも手厳しい声も紛失してしまったのだ。視覚ファンからの怒涛の悪口で、タイムラインに怒涛のように流れてくる横尾への悪口に、キスマイのファンではない人からは、ジャニーズ全然興味ないのに横尾の悪口が永遠に TL に流れてきて横を覚えちゃった。全然ジャニオタじゃないからわからないけど北山くん退場で横尾さんがめちゃくちゃ嫌われてるのを知ってしまったショー。 旅行のおかげでジャニファンでもないのにキスマイというグループにめっちゃ詳しくなってしまった。キスマイの北山くん騒動で一番驚いたのは旅行の嫌われっぷり。と驚く声が多数上がり、図らずも旅行の知名度が爆上りする事態に。もちろんこのような状況になる背景には、いくつかの伏線があった。前での芸能ライターが解説する。 横尾さんは今年1月に一般女性との結婚を発表しました。それより前、2021年7月には、フライデイ、講談者、で熱愛を報じられており、そこで彼が中途半端な気持ちではないと、交際宣言をしていたお相手と見られています。それだけならむしろ誠実で純粋という見方もできるのですが、熱愛発覚のタイミングと、その返しが最悪でした。 というのも、2021年はキスマイ10周年で、8月にはベストアルバムのリリースも控えていた大事な時期。オタクに配慮なしで開き直られると何こいつってなっちゃう、とファンからは怒りの声が殺到したのです。ジャニーズ事務所の幹部からもプロ意識がないのか、というきついお叱りはあったと言いますね。さらに同志により、 当時で交際期間は4年にわたることも伝えられたのですが、ファンの間でその彼女は SNS などで匂わせをしていたとして有名な人物だったようで、結果、大炎上しました。かく、一番なんていらない発言でファンがダイアレに、エンタメ編集者が言う。 そもそも横尾さんは以前から歌唱力やダンスパフォーマンスに疑問符がつけられておりそのためかやる気がないと言われることも多かったんです。演技にしても嵐の二宮和也さん十九が主演を務めたドラマフリーター家を買う。フジテレビ系2010年でドラマデビューしたのですが大根すぎていろいろ入ってこないといった酷評される演技でファンからも酷評されていましたね。 過去には雑誌のインタビューで一番なんていらない。だってずっと一番でいることは大変だし、しんどいし、その一番はいつかなくなってしまうものだと思うからという発言もありました。もちろん、肩の力を抜いて自分たちらしく、といった見方はできなくもありませんし、不器用な横尾さんが愛しいという声もあります。 ただ、熱心に応援してきたファンにとって一番がいらないというのは、やはりしんどいですよね。私たちファンはキス前に一番を取って欲しくて笑顔を見たくて今までいろいろ頑張ってきたのにバカみたい。こんなメンバーファンのことを考えてない、失言動ばかりで悲しくなるなどとその発言の直後ファンはあれに荒れました。さらに、 北山と同じく、横尾もジャニーズ事務所と話し合っていたという話もある。熱愛報道などの影響で、一時期横尾さんも事務所との関係も不安定だったとも聞こえてきています。仮に横尾さんも脱退を考えていたのであれば、なんで北山が脱退して横尾は残ったのか、と思ってしまうファンもいる。そういう空気感が充満しているからこそ、 SNS での風当たりも強くなるんでしょうね。全能。いずれにしろ、9月以降は6人体制で活動していくことになるキスマイ。これまでグループ内では窓際族とも言える立場にもあった横への責任も大きくなるはずだ。メンバーたちはいかにしてグループを守っていくかを考えなくてはならないわけです。それこそやる気がないメンバーが一人でもいたら、 さらにファンから見放されてしまうかもしれない。横尾さんは最近は料理や俳句など様々得意分野を見つけて独自路線を見出そうとしていますよね。加えて本業、アイドルグループの一員としてパフォーマンスでもファンを納得させていってほしいですよね。9月から6人のメンバーで再スタートを切るキスマイ。 図らずも脱退騒動をきっかけに一般での知名度を上げた横尾は、今後、グループを盛り立てていけるか近く企画外、知名的な欠点すら i しいアイドルと思えないスペックが話題。メガネ姿を披露する横尾渡る、歌が下手、演技もいまいち、勝下が悪い、と自認する37歳になった横尾。キスマイの心臓と言われた北山が去ってからが、 本当の勝負なのかもしれない。